園内のアジサイ羽木公園周辺の空中写真。画像中央の緑地が羽木公園。東側を南北に走る道路は、館7通り。1989年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。羽木公園は、東京都世田谷区大田にある、世田谷区立の都市公園である。全体として、 球場の地形になっている。古くは一帯に、六郎継という野丹屋が住んでいたと伝えられ、六郎継山と呼ばれていた。その後、根津財閥の所有地となったため、根津山と呼ばれた。1956年に都立公園として開園し、1965年に世田谷区に関され区立公園となった。公園内には、羽木プレイパーク、野球グラウンドテニスコート、 世田谷区立梅が丘図書館、茶室、実月庵などがある。南側の斜面には梅林をはじめ、園内には、総計約650本の梅の木が植えられており、梅の名所となっている。梅の花が見ごろとなる毎年2月には、世田谷梅祭りが行われる。かつてはプールが存在していたが、2004年に廃止され、跡地は広場として整備された。また、 現在の羽木公園は、大多指定目の一部であり、世田谷区羽木から離れている。これは、領地が共に、旧、世田谷村の飛び地だったことによる。最寄り駅は、京王井の頭線東松原駅、または、小田急線世田谷大田駅、梅ヶ丘駅。公園長所、ありがとうございます。